天城線は、佐賀県宮城郡木山町の木山駅から、福岡県浅倉市の天城駅に至る天城鉄道の鉄道路線である。旧日本国有鉄道の特定地方交通線を、承継した路線である。途中駅での始発、終着はなく、すべての列車が、木山駅天城駅間を運行する。朝ラッシュ時の2両編成の列車を除き、ワンマン運転である。平日の朝、 有時間帯は約15分間隔、土曜、休日と平日の昼間時間帯は約30分間隔で運転されている。日祝日は早朝深夜の一部の列車が運休する。運行本数は平日42往復、土曜日36往復、祝日33往復で、天城駅の始発は5時29分、木山駅の最終は23時48分である。 二両編成の列車であっても、貫通扉は使用せずに乗務員は一両目と二両目の全部に乗務し、二両目の乗務員も運賃、乗車券の確認を行う。そのため、ワンマン列車を二両つなげた形態となっている。かつては三両編成の列車も運行されていたが、車両の大型化が進んだことと、大原信号上新設。 立原駅の交換設備復活による列車増発により廃止された。国鉄時代は、鹿児島本線に乗り入れ博多駅に直通する列車も設定されていた。運行は朝夕のみで、天城駅での車両対白はなく、21時代で最終になっていた。竹下機動車区の車両が使用され、最末期はキハ四十型を中心に、キハ二十型も併用されていた。 連絡運輸の取扱いは、九州旅客鉄道との定期乗車券のみである。かつては、天城駅に、木山駅からの JR 乗車券を発売する、券売機と、西鉄小郡り駅からの西日本鉄道の乗車券を発売する、券売機を設置していた。天城鉄道には、西鉄の企画ギップ、天城グルリンフリーキップでも乗車できる。天城線の輸送実績を可表に記す。 今日中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。今日中,中,中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高天甘線の収入実績を可表に記す。今日中、収入の単位は千円。数値は年度での値。今日中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。天城・朝倉地区では、大正期に、鉄道新設の機運が高まり、鹿児島本線都市駅から、上山田線薄駅間を結ぶ鳥薄線規制会や、久し台本線の朝倉地区誘致規制会、また当時建設が予定されていた畜子電機、軌道横熊駅と天城を結ぶ、路線等の構想が持ち上がったが、 いずれも実現しなかった。1919年、後に朝倉軌道田代線や朝倉軌道が行っていたが、輸送力に限界もあることなどから、立ち洗い飛行隊第四連帯鉄道引っ込め線が計画された。これが天城線の始まりである。1935年12月に建設が正式決定され、1939年4月28日に開業した。 1966年に立ち上が ABCDEFGH 鉄道ジャーナル第21巻第10号鉄道ジャーナル社1987年8月98から101ページ ABC 線路施設運転の概要国土交通省九州運輸局九州運輸要欄2019年7月3日閲覧甘木線に関するカテゴリーありがとうございます